さんに少し目線を語っていただいて。内山田でございます。本日はようこそお越しくださいました。 EV としての走行距離は 68km です。普段の生活においては EV としてほとんど電気だけで走ることができます。充電は家庭用コンセント、急速充電、太陽光充電と多様な充電方法に対応し、利便性を大幅に高めました。万が一充電を忘れた時にもハイブリッド車として CO2 の排出を抑えながら走ることができます。普及により CO2 排出削減に貢献できるエコカーが PHV です。いや本当にかっこいいです。なんて言うんでしょう、こう未来的というか先進的で、私特に先ほどもおっしゃられてましたけど、はい、この後ろの部分、はい、もうすごい素敵と思って、であと CM でも流れてるんですけど、うん、この前の部分がライトがついている色とか光り方とかとってもかっこいいなと思いました。石原さんは、はい、車から実際に給電されたご経験っていうのはあるんでしょうか？ないです。あ、やってみたいです。差し込んでください。はい、よっ、あ、簡単。はい、これで完了です。ではこちらにご注目ください。着きました。あ、すごい、はい、もうすぐ着きましたね。すぐ着きましたね。うん、結構な明るさで、しかもそうですね。うん、いかがですか、石原さん。簡単ですし、うん、早いですし、いっぱい電球あるのに全部ついてますし。そうなんですよ。はい、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。よろしいですか。